図断か？力を使え、姿が見えるようになるはずだ。まさか仏壇を丸ごと隠してやがるとはな。この図だと右下あたりか。座敷わらしはここだね。もう泣くな。ばあさんに会わせてやるよ。油断するなよ。近寄るな、盗っ人が。座敷わらしは誰にも渡さん。盗っ人武田家シートはこのことだな。座敷わらしは返してもらうよ。やっと手に入れたんだ、座敷わらし。クソ野郎が、死んでまで金に執着しやがって。こんな奴は印で払っちまうぞ。
欲深いのもほどほどにしてほしいね。さてと、あとは塩せんべいだな。もう自由だからね。ありがとう。やっぱ幸運はなしかよ。ばあさん、やってくれたな。そう怒るな。この子を泣かせると不幸になるぞ。これじゃあダラスのじいさんと変わらんわい。やれやれ、会えてよかったですね。おかげさまでありがとうございました。これで思い残すことはありません。何か言ってる？おい、力を使ってみろ。俺たちなら。
供養をしていた人形が逃げ出したんです。私はその後すぐに事故で死んでしまいました。あの人形髪が伸びたり供養に出しても戻ってきたり気に悪くて死んでも成仏できないし全部あの呪われた人形のせいなんです。見つけ出して供養してもらえませんか。どんな人形なんですか。先に亡くなった姉が大事にしてた日本人形なんです。その人形何かが宿ってるな。ここから人形の思念を終えるはずだ。よし、思念が見えたぞ。いたぞ。あれを払ってください。今のは人形の声。見ろ、あの藁人形には呪いが施されている。あれをお払いすればいいんだね。お願いします。弟さんって神社にいた男の人。はい、私がずっと守り続けていたんですが離れてしまったせいで守りきれなくて弟は呪い殺され成仏すらできずにいました。だからせめてその呪縛を解いてやりたかったんです。これで私も安心して成仏できます。神社の霊に人形を届けて本当のことを教えてあげなきゃ。人形のせいで死んだと勘違いしてたからな。本当は守ってくれてたのに。この人形に宿っていたのはあなたのお姉さんだよ。あなたを呪うための藁人形があって彼女が身代わりになってあなたを守ってたんだ。姉さんが。それじゃあ私が事故でやったのは。お前が守り神を手放したからだ。まさかこの人形の中に姉さんがいたなんて。
ずっと私を守ってくれていたんだ。それを私は。姉さん、すまない。許してくれ。姉のおかげで、お前ももう成仏できるはずだ。彼女もあなたを救ったことで、安心して成仏したよ。本当にありがとうございました。礼はあの世で姉に言うんだな。よし、上出来だ。いけそうだ。鳥居があった。浄化する。冷や汗が出たよ。これも強い力を感じる。ここらの霧も晴れたはずだ。影里へに向かうぞ。助けられる。
代用づけよ。私のもとに集え。地にやるしかねえな。昔ここにカッパ沼って沼があったことなんで、たまに水死者も出てね、カッパのせいだってよく言われたよ。キュウリを置いてね。
したらお尻からなんか抜かれて動けなくなっちゃった。尻小玉を抜かれたな。カッパにちょっかい出すからだ。俺が取り返してやる。キュウリはあるか。うん、持ってるよ。よし、これでカッパを呼び寄せるぞ。どうすればいい？キュウリを食い始めるので隠れて待つ。キュウリ食ってる時が狙い目だぞ。焦んなよ。霊視してあいつの動きを探るんだ。シリコ玉だ。もう動けるだろ。本当だ。もう妖怪にいたずらしちゃダメだよ。うん、ありがとう。優しいじゃん。あ？気のせいだよ。まだ使えそうだぞ。
意しろ。あいつからまがまがしい力を感じる。やるじゃねえか。終わりだ。気になる場所は力を使って調べてみろ。社に何かないか調べておけよ。バチ当たりだな。you
札か。これも使えそうだ。手に入れたお札を試してみる。展望台に行くぞ。あそこならこの辺りを見渡せる。状況も分かるだろう。技を覚えられそうだな。より強力な技まで待つのもありだ。